はいどうも、ノーゴット団長です、えー、今回はですね、えー、ゆら様よりですねなんか素敵なアイテムを、えー、いただきましてこちらですはい、こちら、えー、バンギャワークファンレオ美文字レシピという、えー、謎の,この練習帳をいただきまして団長、なんかやってみてって言われたんですけどとりあえずどんなものなのか全く分、えー、かってないので えー、見ていこうかなと思ってます。はいというわけでですね、まあ、まずどんな感じかと言いますとあはい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 こういう感じですえっと要はバンギャちゃんがあのー、ファンレターを書く時に使いがちなあのー、文字をあらかじめたぶん由様がセレクトしてやってるんじゃないかということなんですけれども。 なるほどねははははいはいはい、はいまあ多分一番一番最初が面白いですねこれ、えー「女型も大変ですね」ってこんなことをファンレターで書いてくるやついるんですかっていうあとはバンドが限定されるっていう,いうことなんですけども早速ちょっと書いてみましょうあの私あのこう見えて非常に字が汚いのとあと書き順がめちゃくちゃ なんでそこだけちょっとご了承ください女型ってあんま自分で書くことないんで書いてみましょう女型えこれ書き順ってど上からすか横からすかこれどっちだろうわかんねええわかんねええどっちだろうえ俺がいつも書くうわこういうことえこれ書き順合ってんのかなはいできました どううでしょうお手本と見比べてみてくださいいいですねこれ「き女型って書いてないし言ってないんであれですけれども、まあ、こんな感じで皆さんが手書きでファンレターを書くときにバンドマンに、あのー、使えそうな文字がいっぱい入ってるといいですねこれ今回も全通する予定です <laughs> 興味なかなか言わなくなりましたね全通っていうのもね配信も増えましたしねこれちょっとどんな文字なんですよね いいですね、新規なのに生意気ですみませんあのー、だいぶいいですねこれあのよく見ると下の方に由良様からのコメントも入ってるんですね、えー、新規とか気にするところじゃないですあいいですねあ対番って意外に自分で書かないからちょっと書いてみよう対番対番ね合ってるのかなこう書き順こう文字書く系の授業って 一度もとととかこう入選とかか入したこななないな合ってんのかなだってもう見てくださいよ今何の気なしに書きましたけどもうあの元からはみ出ちゃうんですよね <laughs> どう頑張ってもいいですねこんな感じで皆さん最近なかなかね現場に行ってファンレターを、あのー、渡してないって方も多いと思うんでぜひこちらで練習していただきたいあそこと対バンしてくださいこれもね余計なお世話です <laughs> そんなことね言われ あのねあなたたちに言われたってねあのいろんな事務所のこうしがらみとかあるんでねできたやりたくてもできないんですよもうねいいですねこなんか正直言っていいですかちょっと見ててイライラしますこれ全体的にこれいいっすねすごくいいあのリアルああ <laughs> これもい,いいですね「あの交渉がうまくいきました」とかねなんだ交渉って言って話ですし <laughs> あとね いつも上手に言います。これあのバンギャル用語ですね。これ普通の人は多分上手って呼んじゃいがちですけど、あのバンギャルさん的にはこれもう上手下手です。上手下手じゃございません。そうですね。えー、いつも上手に言います。下手は居心地悪いのでこれはありますね。あの要はちょっとガチで面倒くせい客が多いパターンありますよね。上手による。 でそこ行くと本当は上手の推しなんだけど下手で見ますみたいな人ねよく昔ノーゴットでも聞きましたよほんとそういう客はね全員ねあの淘汰されていきましたはいこれもよく言われますね「物販デザインどうにかしてほしい」これ,これ何ノーゴットのファンレターですかだんだんなんかすいませんイライラしてきましたあでも物販かけるといいな物販も書こう物販デザインどうにかしてほしいね本当によく言われますんでね本当に気をつけます 最近こうなななんかかこここうう力のこもももっったファンレターとかももらってないなこうやって皆さんもねまあこういう文字って物販とかはさあのいずれ何かしらに使いますから練習しといて損はないと思いますけど少なくともこれは全く必要のない感じですねバンギャ以外にこちら「えー、子古参を大事にしすぎませんか」そもそも古参っていう言葉を使う機会はバンギャ以外でほぼないです。 で基本的に子さんが偉いとかないですいいですね何だろう久しぶりにこういう黒い気持ちになれるあの人の偉いなので気をつけて遠征組のことも考えてほしい背景ま,でま,でま○様背景使う人ってあんまいないからでもバンギャさんは基本的にもっと生意気なファンレターが多いのでこんなかしこまった背景使う人いないと思いますけどもまあこれは。 普通にビジネス文章としてもあのお手紙を本当にちゃんと書く時も覚えておいていいかもしれませんね。まあ営業スマイルでしたねとかね。いいですね。<laughs> この「応援」っていう文字を書けるようになりたいのに例文が「ライブには行けませんが応援してます」っていうあの一番バンドマンが言われてあのどうしていいか分かんないやつですね。あの現場が一番で,す <laughs> でもあのまあ来れない人もいるという。 これはなんかちょっとアイドル用語な感じもしますねあんまりあのバンギャルさんは事務所とかのマネジメントのことを運営と呼ぶ人は好きい。これは多分言うのはアイドルの業界でもまあアイドルもファンレター書きますからねいいんじゃないでしょうか <laughs> いいですねこれだから仕切りをどうにかしてほしいって多分バンギャルさんじゃないと伝わんないと思うんですけれども要は あのゴミみたいなビジュアル系バンドの,あのレベルになってくるとあの整理番号を無視して仕切りってやつがいたりするんで、まあ、そういうやつをどうにかしてほしいって、ねまあ、これは私も若い頃よくね戦ってあの気に入らない、あのー、バンギャルさんをぶん殴ったりとかしてましたけれどもまあ興味でなかなかできないですねこういう文化は早くなくなっていただけるとありがたい <laughs> 友達が上がると言っていますまあねそういう人もいますよねだいぶディープですね これ,これを買ったマンギャルちゃんはドスぐらい気持ちにならないんですかね僕不安になってきますけどああ最善 <laughs> ああいいですね機材車の中で楽しんでください何よっていう話ですしチェキ杯をやめれないチェキチェキ書いてみようかなあんまチェキって書くことないからチェキ書こう いいです、ね、チェキチェキ私が書いたチェキはこちらです、はい、チェキってございますねはい、まあ、こんな感じで結構なページ数あのいろいろこうこれ多分読んでるだけでちょっとフフフと笑える内容が多いですねファンのマナーが悪いです <laughs> いいですねお布施オフセって使うかなヘドバンモッシュ入り待ち割り込みチケット コスプレとかもずいぶんねなかなか席使わない言葉ですね。<laughs> いいですね。貸し間違いがひどいと思います。これ、あの、あおさんもね言ってましたけども余計なお世話だよ話ですよ。えー、これなかなかすごい考え抜かれた文章があのー、書かれてますね。生まれ変わっても追いかけます。こんなこと言う人、興味いないですよ。 だってもうすでにもう追いかけてないんですからみんなビジュアル系をいいですね大切なお知らせまあこれはねみんなドキッとするやつですよね <laughs> 決してクレームではありませんいやクレームですねああ帰って由良様もいやクレームですね帰ってますね <laughs> あのクレームですいるんですよそういうあの私が正しいと思ってる要はそのなんていうんですか警察ぶってるとか正義マン ああいいですね、配信に飽きてきてましたとかね <laughs> 音で分かりましたこれどういうあの状況かと言いますとこれは要は多分あの対バイベントでサウンドチェックの時にその音で分かるってことなんでしょうね。なんかだから上手からこのギターの音が鳴ったら、まあ、きっとこのバンドだみたいなのがあるんでしょうね。大、ま、体、あ、サウンドあの そういういサウンドチェックでやるフレーズっては結構決まってたりするんであのー、いいと思います。はあ、はあははあ、は。<laughs> あーいいですね。私のこと忘れてないですよねえ一番面倒くさいですねこれ。あのー、そんなのあなたいちいち気にして応援してるんですかって話でいいなこれ。お喧嘩になりそう。これ喧嘩になりそうで いいですねあ。いいですね。<laughs> 一番シュールなのがこう最後のページです。こう一緒のフェリーですみませんでした。<laughs> これね。これはあのー、まあ同じ工程で全通している人とかだとイヤモーなしに被る場合があるんですけど。 もちろんこれでね謝んなくてもいいと思うんです謝んなくてもいいと思いますし完全にあわよくば狙って一緒のフェリーをに滑り込もうとするそういう貪欲な人もいますんでそういう努力は別に悪いとは思いませんけどもよくありました大体いい仙台終わりで北海道行く時とかやっぱ多少ファンの方と同じフェリーになると私は一切話しかけないタイプ。 でしたけど、結構メンバーとか絡まれては大変そうだなと思った時期がありました。ここ最後にじゃ一緒のフェリーですみませんでしたを書いて、えー、終わりにしたいと思います。い一緒のあでも意外にこうカタカナとかもう書いてないから <laughs> ほ時期たれな。 こんな綺麗な実かけないもんなあ俺字切ったねせんでした」これじゃあ横にあのお手本なしの書きますね「い」あひどい「いっしょ」の「フェリーでス <laughs> ミ」 ませんでした。えー、これがですね、えー、もうすぐ40になるおじさんの文字です。一緒のフェリーで <laughs> すみませんでした。はいえー、改めて自分でこう久しぶりに文字を書いて。 思いましたけれども非常に、えー、情けない気持ちになりますこれ多分あの書かなくても見るだけでちょっと楽しい、えー、そんな、えー、ゆら様ま考案バンギャルワークファンレオ美文字レシピおそらくこれが人気になったら今後多分いろんな用のこう美文字レシピが出るんじゃないかなと、えー、思いますので皆さんぜひとも、えー、興味を持った方は、えー、試してみては いかがでしょうか文字が綺麗に壊したことはない、えー、そんなことを最近本当に思って、えー、ボールペン講座でも受けようかなと思っているノーゴット団長でしたヨラ様ありがとうございました